兄貴の船が近づいてる。この星で済ますのもあとわずかだな。心残りがないように全部済ませてから大聖堂の会議室に行くか。あとはこれをあの人にこっそり飲ませるだけですね。無事飲んでもらえることを祈ってください。これでやっとあの人の心をつかむことが。私の気持ちは変わりません。あの人しかいないんです。みんな祭壇裏の会議室で待ってるかもしれないな。まだ遊んでいた子供も。後で隙を見て飲ませるわ。嫌われてしまうのは寂しいけど、きっとそれでいい。好かれるのは嬉しいことだけど、それに惑わされて自分が自分でなくなる感じが苦手なの。見つけた。嫌われ薬を売ってもらったわよね。あの薬の解毒剤が欲しいの。嫌われるのは嫌よ。私にもです。惚れ薬の解毒剤をお願いします。薬で人の心をつかもうだなんて間違ったことでした。私のこの気持ちは解毒剤を飲んだら消えてしまうの。だとしたら私は。それでもお互い解毒剤を飲むべきです。こんなことは間違ってるって気づけたのだから。解毒剤が手に入ったのね。嬉しいような嬉しくないような複雑な気分だわ。覚悟を決めました。解毒剤を飲んで嫌われるならそれが現実だって私は受け止めます。配送の仕事より楽だったな。はあ、やっと元に。私はあなたが好きです。この気持ちには偽りはない。だけどあなたの本心は。解毒剤を飲んでやっと自分の気持ちが分かったわ。私もあなたが好きよ。ただ認めるのが怖かっただけ。
兄貴の船が近づいてる。この星で済ますのも。
ラッキー。前方敵だ。気づかれてないんだね。頑張らなきゃ。滅殺。対象を発見。対象を発見。対象を発見。ラッキー。対象を発見。ラッキラッキー。
前方に構成反応を検知。ラッキー。ラッキLucky!ラッキー。分かってるよ。視界が高いアップにはブラインド。
の弟子。警戒態勢を。対象を発見。
やってやる。自動停止。前方に構成反応を検知。気を抜くなよ。すごく耐えてみな。まだまだ待てよ。こんなんじゃ俺は奴らを追うぞ。
レイ、アントニオの迎えが来る前にこの星でやっておかねばならないことは済ませておいた方がいいですよ。ラッキー。僕の飼ってる猫が急にいなくなったんだ。リーファを探して。お礼に僕の宝物をあげる。猫の名前はリーファだよ。牙が一本なくて時々変わった鳴き方をするんだ。邪魔するぜ。いらっしゃい、ご来店どうぞ。頭角を現してきてる奴がいるって聞いたから誰かと思ったら、まさかあんただったとはね。今から言う駒を手に入れてくることができたら、この私、上昇のパフィーがあんたたちの再戦を受けてあげるわ。まずは駒を手に入れてみなさいな。それができないようじゃ私の相手はせいぜい早いわ。駒を手に入れたってわけ？噂はあながち嘘でもなかったようね。面白いわ。配送の仕事より楽だったな。じゃあ始めましょう。どっからでもかかってらっしゃい。上昇のパフィーと呼ばれたこの私の関根の恨み、今こそ晴らす時。まずはしっかり手加減してあげる。ソアの基本を叩き込んであげる意味でもね。準備はいい？さあ始めるわよ。俺に勝てると思うなよ。やるな。
やるな。こいつでとどめだ。よっしゃ。何よ、なかなかやるじゃない。もうあんたに用はないわ。しばらくあっち行ってて。暇じゃないのよ。そんなに相手して欲しかったら、私の弟子でも探したら。戦績不明艦が一体どこの勢力のものか気になります。ボルドールは迎えと言っていましたが、何か関係が。
ましょう。帝国流のおもてなしをして差し上げますわ。帝都の人たちはソーアもとっても強いのよ。身も心もいつでも鍛えているからね。邪魔するぜ。ラッキー。俺らの鉱山は Lucky! スコピアムってなんだかよくわからないけど、苦痛を感じないなんてそんなことありえるのかな。これでひとまずの平和と言っていいのでしょうか。なんだか釈然としません。ゲラルト殿下がバルダーまでおいでだそうだな。我々も向かうぞ。毎日たくさんの人がこの道を通って、一人一人に思うのよ、貴様のと。ロラと言ったか。残された彼女はバルダーの牢に拘留されている。奴らも一枚岩ではないということか。皇帝はスコピアムとやらになりたいってことか。そんなことのために戦争を起こしたっていうのか。
ラッキを発見。ラッキー。配送の仕事より楽だったな。リーファの牙がないのは魔物と戦ったからなんだ。とっても勇敢な猫なんだ。僕の大親友さ。その時にリーファが加えてきたのがその紙なんだ。きっと特別なものだと思うんだ。大切にしてね。
わかってるよ。ラッキー。対象を発見。ラッキー。よう、今大丈夫か？改まってどうしたんですか？ああ、今言うべきことなのかどうか悩んでいるんだが、一つ聞いておきたいことがあるんだ。ん？何でしょう？私に答えられることなら。ほら、撃墜されたイーダスの件なんだけどな。はい。あれってちゃんと弁償とか保証とかってしてもらえる確率どんなもんだ？それはもちろんできると思いますけど、でもだけど、その現時点の私だけではちょっと判断が。要するにあんたの一存だけじゃ決めるのは難しいっていうことか？はい、
ごめんなさい。もちろん叱るべき時に手を尽くしますが、お返事はもう少し待っていてもらえますか。ああ悪い、責めたいわけじゃなくてな、会社の経理とか交通管の登録とかの問題でいつ保証されるのか、それともダメなのかで対応が変わるんだ。ちょっと不安になっちまったんだ、悪い。そうですよね、軍が一企業の財産を勝手に破壊したことになるわけですから。私頑張ります。何としても連邦から保証を引き出してみせます。ああ期待してるぜ。これでひとまずの平和。ボルドールが逃げたとは、にわかには信じがたい。ですが、現実に父は帝都を放棄し、私に全権を移譲しました。では。私も帝国臣民も、もとより戦は望んでおりませんでした。帰国から講和を提案していただけるのなら、お受けしたいと存じます。そなたの母君が帰国に嫁いで以後、王国と帝国は、平和に手を携える間柄であった。バイル帝国新皇帝ゲラルト陛下、どうか再び我らと手を携えてはいただけぬか。願ってもないことです。
戦績未確認艦はアスター4号星の衛星軌道まで3時間の距離に迫っているそうです。アルダスの位置は？あと16時間かかります。速度から言っても未確認艦はアストリアに匹敵する性能を持っています。相手の目的次第では悠長にしているのは危険かもしれません。もう少しゆっくりしていたかったんだよな。ノラさんはどうするんですか？今私たちが彼女を逮捕し連れ帰っても我々も軍機を犯しているのでまともな調査がされない可能性があります。秋月の目的はイーダス乗組員の救助です。ビープスの脱走軍人逮捕は然るべき体制を整えてからにしたいのです。それまで彼女の身柄を預かっていただけますか？我々も彼女に聞きたいことがたくさんありますから。ありがとうございます。連邦の一員がご迷惑をおかけして本当に申し訳ありません。本当にな。俺ももうちょっといられたらそこらの情報をもっと収集してベグワルドに戻るのにいい土産になったかもしれないのにな。悪いな、ドタバタして。連れて行ってもらえないならせめて行かないでって言ってもいいかしら？嬉しいこと言ってくれるな。ごめんなさい、困らせたいわけじゃないの。でもこんなに急にお別れなの？まだ何のお礼もできてない。命を救ってもらった。この星で生きる力をくれた。仲間の命を助けてくれた。これだけのことをしてもらってこれ以上要求したらフェアじゃない。姫を泣かせたな。女を泣かせる男は悪者と相場が決まっているな。ん？行くのか？ええ、これ以上この星にいれば余計な災いを呼びかねません。これが永遠の別れというわけではないのでしょ？ベグワルド人は連邦のルールには縛られないからな。俺が会いたくなりゃすぐに来ちまうだろうし、お呼びとあればすぐに伺うぜ。あんまり間開けるなよ。借りを作りっぱなしは性に合わない。必ずまた我が国を訪れるのだ。オーシリアス王国はそなたらの名を決して忘れぬ。マリエルより秋月、収容をお願いします。レイ、私この国が素晴らしい国になることを祈ってる。さよなら。デッキワン、ブリッジ。みんな、ただいま。少ないな。航中艦を基地から奪うなんて無茶に付き合ってくれる人たちよ。だとすると、多いですかね。紹介するわ。ナビゲーションに通信に科学分析担当、サユリよ。よろしくお願いします。お一人で三択もの担当をされるのですか？
武器完成のパイクよ。他にもシールド完成、トランスポーター、ディフレクター完成も担当するわ。よろしく。マジかよ。と言っても輸送艦ですから、実際に一気にやることはありませんけどね。最後に機関室を一人で切り盛りするカシムがいるわ。カシム。どうも。機関室を一人でって。そして私が臨時艦長。以上4人が連邦輸送艦 GFSS12193 秋月の全クルーよ。みんな、輸送艦イーダスの艦長レイモンドさんと副艦のエレナさん、クロエさんよ。まずはアスター星系から離れてアルダスにあなた方を引き渡します。ですが非常時ですし、戦績不明艦も近づいている。皆さんにも送還を手伝っていただきます。サユリとパイクの担当を分担していただけますか。レイモンド艦長、艦長席のコンソールを見てどう思います。俺に見せていいのかよ。俺の知ってる航宙艦と違いはないんだなってくらいの感想しかないが。なら座ってもらえますね。いやいやいや、無茶言うな。この中で艦長業務経験者はあなただけなんです。お前それでも軍人か。サユリたちだって反銀河連邦の民間人に命令されるの嫌だろ。そんなことはありませんよ。むしろ心強いです。実は俺たち、自分たちだけで航宙艦を動かすのはこの秋月が初めてなんです。はあ？よくそれで船を強奪なんてできましたね。恥ずかしい話ですが、今の状況はとても私たちの手に負える状態ではないのです。アストリアの暴挙から全クルーを脱出させた手腕に頼らせてもらえませんか。親父に話したらなんて言われるかな。それじゃマリエル副長、出る前にアルダスと通信したいんだが。わかりました。クロエさん。了解。アルダスとコンタクト、通信回線開きます。アルダス、こちら連邦輸送艦秋月、通信管制クロエ・キャナリスです。クロエ、クロエなのか。お前連邦艦に乗ってるのか。アントニオ、久しぶり。レイもエレナさんも一緒です。輸送艦秋月とクルーの皆さんは私たちの味方ですね、レイ。こちら輸送艦秋月、臨時艦長のレイモンドだ。兄貴、俺たちは無事だ。何がどうなってんのかわからんが、とにかくお前たちが無事でよかった。イーダスの乗組員は全員回収できた。ベグワルド本勢に帰還してるぞ。よかった、本当に。兄貴、これから俺たちがそっちに行く。アルダスは現中域で停戦してくれ。正体不明の戦績不明艦がアスター星系に接近してる。ちょっと訳ありでな、この船で他の船と接触したくないんだ。ならこっちに来るのは得策じゃない。ベグワルド宇宙軍から警告が来るくらい連邦艦がうようよいる。マジか。どうする。仕方ありませんね。アントニオ艦長、秋月副長、マリエル・エル・ケニー注意です。ケニー、マジかよ。戦績不明艦の当中域到着予想時刻は2時間後です。レイモンドさんたちの安全のためにも最大戦速でこちらにお越しください。了解した、ケニー注意。スクランブルワープ 11、 いや 11.2 で急行する。あとでな、レイ。オーバー。到着まで10時間はかかりますね。艦長、どうしましょう。とりあえずは定石通りだ。未確認艦に通信を試みる。
丈夫なんですか？相手が識別信号を出してないならなおさら必要だ。どっちが航海のルールを守る意思があるのか対外的に示すことになる。サイリ。了解。亜空間通信で遠距離通信を試みます。反応ありませんね。識別信号も確認できません。恥ずかしがり屋だな。この船の戦闘装備はどうなってる？フェーズキャノン4門、防御シールドは3層、クローキングデバイスはなく、亜空間ワープエンジンのみです。未確認艦が敵でないのを祈って距離30分までは様子を見る。デッキ3に個室を用意してあります。状況が動いたらコールしますから、休まれてはどうですか？いいのか？私はここに残って皆さんをサポートします。行ってきてください。それじゃあすまないが、しばらく好きにさせてもらうぜ。遠慮なく館内を見させてもらうか。クロエは部屋か？館内では自由に過ごしてください。今はあなたが館長なんですから。デッキ3の個室を使ってください。クロエさんはもう部屋で休まれているようですね。皆さんの創刊技術からいろいろ学ばせていただきます。こんな機会めったにないんで。浮かない顔ですね。突然の別れになりましたから仕方のないことだとは思いますが。まさか連邦艦のコンソールに座るなんて思いもよらなかったな。何事もなくアルダスに移れるといいね。レイモンドさん、クロエさん、不明艦までの距離が30分です。何事もなければいいんだがな。ブリッジに戻ろうか。よし、ブリッジに戻るか。状況報告。未確認艦、距離24分、戦績情報は未だ不明。アルダスは8時間22分です。タクティカルとスケマティックを並べてくれ。タクティカルを未確認艦との表示に、あとエスティメーションも頼む。エルナ、敵がワープアウトしたらエクリプスタクティクスだ。了解。エクリプスタクティクスって何でしたっけ？アスター4号星の影を利用して相手のセンサーから自分たちの位置を隠す作戦よ。さすがにそれくらいは分かっててもらわないとな。アカデミーの座学で学んだきりですけどね。航中艦が惑星にとどまるには周回軌道を回る必要があるため、
宇宙空間から見た場合の一定の位置で静止することはできません。つまり相手の軌道や位置、惑星の大きさ、自転・公転を考慮して常に相手から見て惑星の裏側に位置するように我々の周回軌道を細かく調整するのです。それじゃあお互い位置が正確にわからないし攻撃もできないんじゃありませんか？その通りだ。これは攻撃じゃなく時間稼ぎの動きなんだよ。未確認艦、距離15分、ワープアウトします。未確認艦、水力1/4、すぐに来ます。マリエル、レッドアラートだ。サユリ、エクリプスタクティクス準備。エレナ、影に入る前に未確認艦を視認するぞ。スクリーンを光学最大倍率に切り替えるんだ。未確認艦、スクリーン出します。何この船は。私のデータベースにも存在しません。これはスコピアムだ。スコピアム所属の船ってことか。便宜上スコピアムの船という理解で問題はないが、正確には諸君の目が航宙艦と認識しているあれそのものがスコピアムの機械生命体の一つだ。この航宙艦が生命体。なるほど、興味深いですね。以後該当オブジェクトをスコピアム艦と呼称します。本艦およびスコピアム艦、完全に対面軌道に入りました。現在の軌道表示はエスティメーションのみに変わります。ここから兄貴が来るまで時間を稼げるかだな。とりあえず俺たちが目標じゃなさそうだが。外観からはまるで戦闘能力が測れないわね。銀河連邦風に言えば戦闘専用艦ほどの戦闘能力は有している。この船じゃ全く相手にならんな。スコピアムが何の理由も予告もなく相手を攻撃することはない。人間だって同じだよ。向こうにこっちのわからない理由があれば攻撃されるってことだろう。スコピアム艦は対面軌道を維持するようです。先方がこちらを捕捉していないはずがないので、とりあえず攻撃はないと考えてよいと思います。アルタスはあと8時間弱か。それまでおとなしくしてくれればいいんだが。やっぱりこの宙域から離れておいた方が良かったんじゃないかな。向こうに攻撃意思がないなら今からでも。我々が遠距離センサーでスコピアム艦を捉えていたということは彼らも我々を捕捉していたはずです。この船のワープ速度はどのくらいですか？巡航で11、最大で12。相手が戦闘専用艦レベルだというなら迂闊に刺激して追いかけっこになったら分が悪いです。とにかく相手を刺激しないことが一番だ。アルダスの接近も遠からず相手に検知されるだろうな。あと8時間弱消耗するわね。交代で休憩を取った方がいい。エルナ、何かスコピアム艦に動きがあったらすぐに連絡を。了解。相手が動いたか。艦長、地上から通信が入っています。ブリッジへ来てください。地上から。どういうことだ。とにかくブリッジへ急がねえとな。地上からってどういうことだ。スクリーン出します。レイ、レティシア。レイ、無事でよかった。スコピアム艦とにらみ合ってるのね。どういうことだ。レティシア、どうしてロラと。話は後よ。ロラより秋月、スコピアム艦は高度を上昇、対地速度を減少させながら周回を始めたわ。対地速度減少、攻撃挙動ってこと。こちらからはまだ惑星の影になっているようで確認できません。タクティカルとスケマティックは引き続きエスティメーションのままです。ロラ、そっちのスケマティックを送れるか。もう送ったわ。助かる。
来たな。クソ、一旦通信終わる。タクティカルとスケマティック変わりました。スコピアム艦、あと3分でセンサー有効範囲に出ます。急だな。敵艦の攻撃挙動を見逃すなよ。敵艦って攻撃だとは限らないんじゃありませんか。今まで悠長に睨み合ってて、なぜ突然。おいおい、連邦の座学はどうなってやがる。エクリプスタクティクスの弱点を利用した基本的な戦術だろう。あの待ち方ならこっちが近づいてくることを待てばすっと近づくことができて、しかもギリギリまでこっちには気づかれない。あれは明確な攻撃の意思表示だ。おいデュマ、あいつら理由がなけりゃ攻撃してこないんじゃなかったのか。攻撃するに足る理由が生じたのだろう。冗談じゃないぜ。アルダスの現在位置は距離3時間12分ですだよな、分かってた。スコピアム艦出ます。軌道離脱、コース120、マーク180。了解。防御シールド展開、全エネルギーを後方シールドに。了解。スコピアム艦に攻撃準備と思われるエネルギー反応。光学兵器による攻撃を被弾、シールド効率は 65% です。回復中です。一撃で3割以上持っていかれるのかよ。確かに戦闘艦クラスだな。アルダスが来るまで耐えるのは無茶だな。逃げられるか。不可能です。体幹を震源します。あーくそ。サユリ、コース210、マーク90に転進。高高度周回軌道に入るよう自動プログラミングしてくれ。完了しました。ねえマリエル、これってつまり。レイモンド艦長の指示に従ってください。よし、総員転送室に集合だ。時間がありません。急ぎましょう。パイク、周回軌道に入ったらすぐに転送されるよう設定してくれ。どこに転送しますか。焦るな。さっき通信があった地点に船があるはずだ。その近辺にしてくれ。あっという間だったな。悪いな、秋月。レイ！よう、レティシア。なんとか無事だ。感動の再会を邪魔して悪いけど、皇帝陛下の居場所が分かったわ。まだテラヌス艦内にいるみたい。何？皇帝？何の話だ。あなたたちの船を落としたスコピアム艦はベランジェ大佐とガストンを迎えに来た可能性が高いわ。もしかしたら皇帝陛下も。ボルドールがあの奇妙な船に乗って何をするというのだ。
陛下はスコピアムの存在を知っている。放置すれば私にとってもオーシディアスにとってもあまり良いことにはならないと思うわ。行こう。奴らを放置してたら何するか分かったものじゃない。同感だな。スコピアム艦について知ってることがあるなら聞いておかなきゃならないからな。あなたたちは外で待ってて。中はベランジェ大佐たちのせいで要塞化されているわ。安全を確保でき次第レーモンド・ローレンスに連絡させる。ん？ああ、わかった。わかりました。気をつけてね、レイ。さあ、行くわよ。大佐たちはテラヌスの最下層にいるみたい。わかった。しかし惑星地表に航宙艦が不時着してる姿は何とも言えない迫力があるな。